おはようございます。今日は2年生がカプセルなので、ちょっと朝からお手伝いをしに行きたいと思います。で、その後に1、3、4、5とまだ練習試合があるので、そこに行きたいと思います。まあ、まず最初にちょっと、昨日 YouTube の動画ができたので、先にアップロードしてから準備して向かいたいと思います。GO! よし、今から、2年生のカップ戦、ちょっと手伝いに行きたいと思います。 Let's go! はい、ということで、着きました。はい、こんなになってね。あと集合時間10分前なんですけど、はいはい、めっちゃ人来すぎも早い。ハロハロ、今日の朝ごはんはタブレットです。ゴーゴー。こっちだとだいぶ遠く見えるけど、こっちだとだいぶ遠くないな。はい、ということで今帰ってきて、5年生と6年生のキャプテンがウイレをしろとすごく言ってきたので、戦ってやろうかなと思います。だっていざこと帰ってきてんだよやめて、言わんとこの繰り返しだ。それでは戦ってきます。レッツゴー。じゃあ誰が勝った、お前が誰と戦うか。ちょっとうるさい。おはようございます。今多分10時頃です。今日も寝癖がやばいです。まあちょっとまたゆっくりしてから、向かいたいと思います。それでは GO! はい、ってことで今日は雨で中止でウイレをやろうと思います。後でちょっと動画の方載っけるので GO! はい、ということで今から、ウィンニングイレブンやっていこうかなと思います。さあ、どんな試合なのか。まあちょっとね、マッチデーでレート上げながら頑張っていこうと思います。ちょっと飛ばします。はい、ということで今回の相手は攻撃的なんとかさんです。さあさあさあ、まあバルサスカットですね。課金メッシもいますね。まあちょっとこんな感じでジュニアアカウント使いながらやっていこうかなと思います。飛ばします。はい、ということで今から試合が始まりました。ここから副音声で話していこうかなと思います。前半17分で試合が終了し勝ちました。はい、次のお相手さんはバイエルンですね。さあ、どんな試合になるのか。まあまあ普通ぐらいですね。相手はまあバイエルンスカットですね。まあどうなるか見ていきましょう。さあ、試合が始まりました。
さあどんな試合展開になるんでしょうか。さあ前線からの守備です。ここからトッティ取り返しからエムバペゴー。ちょっとここで大ピンチです。クレバリクリアできず、おっとブライクルトはナイスキー。ここからカンテからデヨングからトッティ、ここから反転してシュート、ゴール。ここで前半が終わりました。後半キックオフです。裏のスペースを狙うトッティへチェンジをします。おっとここで選手の交代ですが、ここからゴールキック開始早々デイビス持ち上がり、デイビスからサネからレバンドスキー、ここでちょっとルーベンディスが前に出てしまったから裏が空いてしまってエムバペにゴール許してしまった。そして次もコーナーキッククリアからのニャブリー決められた。ということでここから次の試合行きたいと思います。次のウェイツさんはマニュースカットです。それでは行きましょう、 GO。 さて試合が始まったのですが、ちょっとゲーム音がね録画できていなかったので、そこはちょっと申し訳ございません。そしてコーナーです。コーナーからマティッチからの決められていく、なんと失点です。ここでエムバペの個人技が光ります。おーい、どういうことだ、ファール。ここでトッティです。トッティ蹴るの、トッティ壁に当てていくからの鑑定ゴール、バーン。ここで前半1対1ですね。まあ、後半行きたいと思います。トッティ走らせて取られていく。ここはクルトワから終わりましたね。次は1対1でした。ちょっと勝ちたかったです。そして次はまあバルサ戦ですね。相手のスカットがどうなるかって感じですけど、相手さんはジェラード、マルティーニ、アイムバペか、なんかバルサですね。まあ、どうなるか、ちょっと頑張っていこうかなと思います。こっからクルトワ取って、カウンターですね。こっからネドベド、メッシからデヨングから上がって、エムバペから、ダイルでメッシーゴール。これで1対0ですね。前半は1対0でいきます。後半です。ネドベからデイビスから取られていく。ここで取ってカンテから中田、デヨング、トッティ、中田からエムバペからの中田ゴール。ここからまた簡単ですね。マルシェルから中田が取り返す。中田からデヨング。デヨングからルメニゲ落としから中田からのルメニゲからのマルシェルスーパーサブーゴール。これで3対0ですね。やっと勝ちました。ちょっとゲーム音がないと厳しいですね。はい、ということで、はい、皆さんこんにちはチャンネル登録高評価お願いします。